どうもー、かげやんです。今日もね、休日の木曜日にですね、休日の木曜日の晩ご飯に、料理を作っていくということですね。だからど素人飯ということになります。でもまあまあ、中華名菜で作ってるんでですね、まあまあ、誰でもできるような料理をやると、料理と呼べるようなもんではないんですけども、家族がね、一食作らんでということが目的でですね、させていただいているというど素人飯ですね。今日はね、八宝菜と、酢豚と、酢豚は毎回あるんですけど、今回は八宝菜を、もう一品として、作るという形になります。でですね、そうですね、ちょっと、お酒を飲みます。ウーロン、焼酎ウーロン割りを、飲んでるところですね。この時も、焼酎ウーロン割りを飲んでるんですけども、でまあまあ、キャベツですね、この八宝菜にはキャベツが必要なんです。中華名菜である程度準備してるけど、キャベツを足してくださいということで、キャベツを足すんですけども、このキャベツはですね、もう売ってるやつでですね、もう切ってあるやつですね、切ってあるやつをもう、使うという感じですね。感じというか、もう使うんですね。使って今入れてますね。これがだからもう切ったキャベツ、ある程度切ったキャベツを使ってるというところですね。これを、炒めるという感じになります。ということでですね、まあまあ、今の僕の状況というか、結構アルコールを飲んでですね、ウイスキーのストレートを、おチョコのやつを一杯飲んで、でハイボールを2杯で、焼酎のウーロン割りを3杯という状況ですね。だからなかなかまあまあそこそこ飲んでるかなというところで、この声を入れてるというところなんですけども、まあまあ、酔っ払ってるんで、もうこうふわふわしてる状態で、この音声を取ってるというところになるんですけど、このね、今は T シャツとね、ズボンを履いてるんですけども、何でしょうか、トランクスとね、もう上は裸でね、今こう声を取ってる。もう暑いんでね、もうなるべく着ない状態で、過ごす出る状態ですね。で、今ね、八宝菜の具を入れたところですね。具を入れて、だからキャベツを炒めて、ある程度ちょっとしんなりしてきたところで、中華名菜の具を入れて、ほんで炒めてるというところになります。だからこんなもん誰でもできることなんですけども、まあそういう状態でやってるというところですね。まあね、これを始めるときにね、やっぱりその家族をね、家族がの負担をちょっと減らすためにやってたんですけども、それは減ってるんですけども、この料理をすることっていうのはね、僕にとって何の負担もないというか、こうアルコールを飲みながらこれをやってる感じになるんでね、なんちゅうか、その精神的な負担は全くないと。ちょっと今ろれつが回ってないかもしれないんですけども、それはお酒を飲んでるんでっていうことでご了承いただきたいんですけども、だから、そんなに負担になってなく、こう、やってるという。ちょっとこう、ふわっとした感じで、やってる。まあ、ちょっとお酒を飲みました。
だから、その、なんていうんですかね、その、自分を犠牲にしてやってるというよりは、ちょっと流れの中でこうやってるっていう感じになってるんで、全然その負担がないんですね。負担がない中でやってるっていうところになります。で今、ソースをちょっとかけてるところですね。今、ちょっとハサミでその切って、ソースが流れやすいようにしてですね。っていうところですね。で、これで八宝菜が出来上がるという感じですね。うん、でも、その、家族の反応を見てるとね、結構美味しい美味しいって言ってるんでね、こんな、出来合いの感じでなんですけども、さすがそのプロが、やっぱりその、これで売り出そうとしてやってる商品なんでね、やっぱそれなりの味があるというところですね。というところで、焼酎のウーロン割を飲んでるというところになります。まあ、こんなね、ことができるのはもうありがたい。昔だったらなかったんですよね。うん。でも今はこんな便利なもんができてるんで。キャベツを、用意するだけでこれぐらいの料理が自分でできるという。で、これで、家族の負担も減るっていうのはもうなんともありがたいもんですよね。これは200円ぐらいでこれぐらいの料理ができる。これで3人分できるいうことなんでね。ということで出来上がりましたということですね。うん、八宝菜の出来上がりです。いい感じですよね。うん、で、こっからは、酢豚。これはもう毎回、同じパターンでやってるんですけども、酢豚ですね。もう、玉ねぎを切るという、この作業だけですね。うん、この簡単な作業ですね。これをやればもう、まあ、自然と、酢豚は出来上がるというところ。で、この玉ねぎもね、ご近所さんね、お隣さんがね、その、畑で、作ってはるんですね。それを、こう、分けてくれはるんですね。むっちゃありがたいですよ。だから、ほんで、むっちゃありがたいに加えてですね、その玉ねぎはむっちゃうまいと。やっぱり、その、そういうのを、感じることはできるんで、むっちゃありがたいんですけど、その玉ねぎを使ってですね、今日の酢豚を作っていくという感じですね。うん、まあまあ、その、ご近所さんがね、ゴーヤとかね、僕が今ね、ちょっときゅうりをね、作ってるんですけども、きゅうりはちょっと買ったんですけども、それに加えてですね、プチトマトとゴーヤをね、ご近所の方がですね、その家庭菜園者はしっかりその畑で、料理、野菜作りをされてるんですけども、それで僕らがやってる、まあ、親父のね、その人間関係で、その、分けてくれてはるんですけど、それによってですね、プチトマトとゴーヤを分けてくれはったんですね。で、それを今、庭でちょっと育てていると。それに加えてですね、コーナーに行ってですね、オクラをね、オクラの苗を買ってですね、それを庭に、植えて、育てているという状況になってるんで、今だからオクラとゴーヤと、キュウリとトマト、これを育てていると。ある程度、まあ、なかなか の家庭菜園なんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、うん、まあまあ、家庭菜園はおもろいなと僕は思ってるんですね。
まあまあ、庭があったらやってみたら面白いんじゃないかなというふうに思ってます。うん、で、今、これは玉ねぎを炒めているところですね。うん、玉ねぎはね、切ったんですけども、その、ギリギリのところ、最後のところが切れてなくてですね、その、炒めながらですね、なんていうんですか、ばらけないという、そういう状況になっている。で、まあまあ、それでもええわ思って、これは、具を、酢豚の具を入れるところですね。酢豚を入れるタイミングのところになりますね。あ、今ですね。今入れるタイミングの。でも、こういう中華麺さんみたいなのあるいうのは、すごいありがたいですわ。これによっていろいろできるんでね。今、具を入れて、だから酢豚の豚ですね。豚を入れて、炒めてるところですね。うん、まあ、ほんまに、こう、まあ、飯に食いに行く楽しみもあるし、家でやってもこれだけ美味しいもんを食べられるということ。このね、状況というのはすごい、ありがたいなっていうふうに思いますね。あ、なんか、止まってますね。うん、なんか、家族に気に入ってるところやったんかな。なんかあんま覚えてないですけども、そういうところやったんですね。あ、戻ってきましたね。うん、これ、焼酎ウーロン割りを飲むという感じですね。ん？なんか、止まってんね。止まってますね。なんか動くよね。何してるんでしょうか？もう僕覚えてないですね。もう酒飲んでるんで覚えてないです。あ、そうか。ニラシューマイというか、なんかそういうのを電子レンジで、作ってる。その作業をしてる。そのことによって、この、画面に誰も映ってない状況が続いているという、ことになっていますね。あ、戻ってきましたね。で、酢豚を続ける。で、だから、この玉ねぎがね、なんかひっついてですね、バラバラにならないんで、これをどうしようかなっていうふうに考えているところですね。でも、これはね、いろいろやっていく間に、こう、ばらけることになったんですね。そんな心配することじゃないんですけども、この時は分からんので、どうこうばらけさせようかなっていうふうに、考えていたところなんちゃうかなというふうに思います。まあまあ、料理いろいろ凝り出すといろいろ大変やと思うんですけど、これぐらいの料理やったら、僕、どちろうとでもできる、どちろうと飯ですね。っていうところなんですけどね。うん、
で、今、ソースを入れようとしたら、入れようとして、カットしようと思ったら、切れへんかったんですね、ビニールが。ほんで、ハサミで切ってですね、切れやすいようにして、今、ソースを、フライパンに入れてるという作業が映っているというところですね。なかなか切り目があっても切れへん場合もあるんで、うん、で自分でハサミを切って切れるようにしたら、切れるようになるんで切ってるという感じですね。まあまあこれを料理と呼べるもんではないんですけども、僕もこれ以上進化させる気持ちが今のところないというか、その時間がね、もうこれぐらいで勘弁してくれと。んで家族も一応うまいと、まあまあその味はいろいろ考えられてるんでね、うまい言ってもらえるんで、もうこれでいいかなというふうに思ってるんでね、もっと凝ったことをするようになればまた変わってくるんでしょうけども、うん、これぐらいでやっていこうかなと思ってます感じですね。でもう出来上がりますね、うん、今出来上がりましたということで酢豚です。ということで以上です。ありがとうございます。